理すんなよ。友達が困ってる時助けるのは当たり前だろう。大丈夫、先に進もう。うん。
Yeah!
させるかよ。いけるな、ウッド。任せて、イグニス、お願い。全力で行く。成績に選ばれし王よ、なすべき使命を果たし、再び闇なき世界を。兄よ、アーデンを解放してやってくれ。みんな、よくやってくれた。あとは、あいつを倒すだけだ。子供の頃、この部屋が嫌いだな。え？どうした？ここに来ると、親父。あと少しだね。さあ、行くか、ノクト。ああ、いや、ちょっと待ってくれ。プロムト、写真見てもいいか？え、いいけど。一枚だけ欲しい。持って行きたいんだ。そっか、わかった。じゃあ、ほら、選びなよ。いい写真じゃねえか。俺たち全員写ってる。そんな写真を選んでくれてよかった。ああ、その辺で迷ってるんだね。じゃあ、持ってってくれるのはそれだね。ああ。残念なお知らせです。ここ座りに来たんでしょ？もう空いてないってさ。お前に座る資格はない。そこは王の椅子だ。待ってたよ、ノクト。待ちくたびれてイライラしたけどね。やっと OK を未来ごと潰せる。積年の恨みってとこか。執念深。玉座にいるのか？ああ、すぐにつまみ出す。あそこは俺の椅子だ。何をした？これは俺たち王の戦いだ。無駄なものはいらない。さあ来い、ノクティス。終わらせてやる。
何も知らなかった非力な王子がどこまで成長できたんだろうね。失望させるな。
せそうだな。そろそろ願いが叶いそうだ。安心しろよ、まだ終わりじゃない。じゃあ見せてもらおうか、クリスタルの力を。俺とどちらが強いか。外へ力よ。らしくなってきたじゃないか、王様。どちらが先に倒れるか。歴代の王様たちじゃないか。使命を果たす準備はできていると。父親が死んだ時にバカ騒ぎして遊びほうけていたガキが。恋人が死んだ時、疲れ切って横で伸びてた間抜けが10年程度で俺を超えたと思うなよ。俺がどれで闇の中で生きてきたと思ってる。死ねよ。終わったね、王様。死骸を排除して平和な世界を作るのか。俺をまた歴史から消し去って。でも、今度は眠れるだろう。目を閉じろ。もう目は覚まさねえよ。先に行って待ってるよ。ここまでになるか。ああ、そうなる。頼むぜ。頑張って。
プロンプト。グラディオ。イグニス。あとは頼んだ。常に胸を張って生きろ。どうかご無事で。陛下。行ってくる。帰ったよ。ちゃんと胸張ってさ。遅くなったけど強くなった。ありがとな、ルーナ。みんな、親父、一緒に過ごせて幸せだった。露出の王よ。集え。
4人でキャンプなんて久しぶりだな。そうだな。あのさ、どうした？俺は全然出てこねえな。俺な、覚悟して帰ってきたんだよ。けどなんかこうしてお前らの顔見たらさ、悪い、やっぱつれえわ。そりゃつれえでしょ。ちゃんと言えたじゃねえか。みんなどうもな。俺、お前らのこと好きだわ。フレーナ、息子に指輪を届けてくれてありがとう。知っ
ての通り頼りない息子だが、最高の息子だ。